超大作 SF ドラマ第2章。ハリウッドのヒットメーカーたちが挑む衝撃の世界。核ミサイルが落ちるかどうかを分かるのは12分後。小惑星衝突まで127日。かつてない混乱が地球を襲う。一体何が起きてるの？何もかもよ。なぜロシアは人の少ない畑を標的にしたの？ロシアじゃない、レジストか。レジストには小惑星を止める作戦がある。パニックと恐怖心に屈してはいけない。世界の運命を託すべき相手はレジストなんかじゃなく我々だ。全てが科学的事実に基づいた圧倒的リアリティの SF サスペンス。クレス、航空基地3カ所と空母2隻の制圧に成功しました。ご命令は。ホワイトハウスを取り返す。どんな手を使ってるんだ。あなたが副大統領。レジストの仲間なのかそうじゃないのかどっちだ。そう、仲間よ。危険な女。彼女も小惑星を止めようとしている。僕らと同じだ。協力だって？敵と協力する。今の敵は時間だろ。迫り来る小惑星、わずかな可能性にかける人類を驚愕の運命が待ち受ける。正義のために罪を犯さなければならない時もある。正義は誰が決めるの？返した方がいいみたい。サルベーション、世界の終焉シーズン2。